経済戦争が国際政府を準備する。我々が勝利を得るためには、戦争が交戦国に多くの領土的利益をもたらさないように仕向けることが必要である。そうすると、戦争は経済に基礎を置くようになってきて、各国は我々の支配力を認めなければならなくなる。